え、皆様こんにちは木村よし子ですえ、今日は2022年12月28日水曜日ですねさて、えー、先般ですねえ令和5年の税制改正で2024年からですねニーサが大きく 変わることになりました。まあ、この恩恵を受ける銘柄は来年のテーマ株にもなり得ると思いますので、まあ、来年は厳しい厳しいっていろんな方がおっしゃってる通りですね。まあ、私もかなりね。厳しめに見てるんですけども、そんな中でも買われやすい銘柄の一つとして、新 n i s 恩恵銘柄っていうのがあると思うんですよね。なので、今日のテーマはですね。新 n i s の恩恵ありの銘柄探しと題しまして。 お送りいたしますぜひですね、まあ、年末年始こんな銘柄を買っていけばあまりひどい目に合わないんじゃないかなというね銘柄と出会っていただきたいと思いますそれではぜひ今日も最後までお付き合いください、えー、それではこちらから始めていきたいと思います、えー、今日の日経平均株価はですね26,340円50銭107円37銭ほど下がった感情ですね で足取りを見ていきますと1分足ではこんな状況ですね、開けてすぐに下がって10時半ぐらいが最も安かったんですよね、まあ、10時半と言いますと中国人の方たちが日本株を商う時間帯かなと推測するんですけども、まあ、大きく売られて、ですねそしてまた戻ってきて地リ高で終わったという形になるんですがこれを5分足で見ますと、 まあ、いい調子で戻ってきたかなって思えるんですが、まあ、15分足、1時間足そして日足で見るとですね、なんかまだちょっと心もとないなという状況ですしそして、週足で見るとですね、まあ、なんか嫌な感じなんですよねそして月足で見ますとですね、まあ、陰線が大きいなという印象ですので、まあ、侮れないなというふうに思いますね。 で、為替はまた変動しまして、今133円94、934、133円936のあたりで動いております。まあ、為替もですね、この後経済指数によっては動く可能性がありますけれども、まあ、こんな状況でとりあえず10時半の安いところからは立ち直ってきたんですけれども、先行きなおこう暗いなあという感じですよね。 なので、まあ、無理しないで、後配当銘柄、そしてテーマにそぐった銘柄の安値拾いを徹底するほかないなというふうに思いますね。こちらのデータは au 株コム証券さんの画面からいただいてきました。えー、さてですね、為替が、ね、134円台になってきておりますので、まあ、為替がこれからまたもうちょっと円安ドル高の方向に行けばですね、またああかつての 株式市場で活躍した銘柄の浮上もありえるかもしれませんけれども今後年内にですねどのような為替を揺るがしかねない経済仕様の発表があるかという一つにこのアメリカのリッチモンド・レンギン製造業指数があるかなと思います。他にはでですすね日日木曜日なんですけども中古住宅販売制約件数前月比と そして前年比ですね、こちらが出てきて、そしてリッチモンド製造業の指数が、夜、夜中の0時ですね、に発表になります。まあ、重要度で言いますと、中古住宅販売、製薬指数の方が星が4つとなっている、おかさんオンラインでは星が4つとなっているんですけども、まあ、リッチモンド、連銀の製造業指数も星3つで、それなりの存在感があると思います。 今、画面で見ていただいておりますのはですね、過去からの,この足取りなんですけども大きく落ち込んだ2020年の年初、まあ、3月頃ですね、と比べて現状は若干マイナス傾向かなということなんですけどもこちらですねバイオテクノロジーの研究機関がたくさん来ているあの設置されている州ですので。 バイオテクノロジー昨今の、ね、感染症の関係でえ注目度が高いですよねなので意外と強いかもしれないなというふうに思います、まあ、それは蓋を開けてみないとわからないわけですけれども一応、リッチモンド・レンギン製造業指数えバイオテクノロジーの機関がたくさん進出してきているという点を踏まえた数字だとちょっと強いのかもしれませんよね。 とということで、今週はもう残すところ少ないんですけども金曜日、また30日ですね。原油在庫、アメリカの原油在庫ですとか、えー、指数はまだなおありますので、まあ、為替がこの後どうなるかですよね、まあ、そんなところも気にしながら銘柄選びをし続けたいいと思います。えー、さてですね、来年は相当厳しいだろうと、まあ、誰もが予測している中ですね、じゃあどういうものが買えるのかということでですね、 このの新しいいいい取り組みもに、まあ、にできないなという,ふうに思います。今お示ししておりますのは金融庁のホームページなんですけども、えー、積み立て投資枠の併用化となっているところありますよね、えー、成長投資枠というのができましてこれ240万円で併用化ですから360万円がこの株式市場1人個人投資家1人につき360万円の お金が流れ込むそういういイメージですよねで非課税保有期間が無期限化されまして非課税の保有限度額がこの母家ベースで1800万円ということが大きいかなと思いますね。でこの1800万円ですね配当金を仮に5%もらうとしますと90万円ですよね。この90万円から通常ですと 税金が引かれますので、まあざっくり計算すると三十六万円。でも三十六万円の税金を十年間払い続けると三百六十万円ですから、これはバカにできないなと思うんですよね。なのでやはりまあ厳しい世の中の世相を反映して、まあみんなベーシックインカムを高めたいという思いになるでしょうから、まあ配当が途切れず、そしてきちんと 増額してくれてるような会社への注目度は高まっていくと思いますね。でましてや新しい NISA こちらあの2023年の12月末をもってその新規投資現行制度でのこの成長投資枠がない状態での NISA は、まあ、終了となりまして2024年,4年からは この新しい NISA が始まりますので、まあ、これは相場の下支え要因となると思います。なので、まあ、配当利回りが非常に安定して高い銘柄に注目度が高まるという点は言えるのではないかなと思いますので、まあ、銘柄選びの時に、えー、新しい NISA そして現行 NISA の恩恵を受けそうな銘柄を選ぶという手があると思いますね、えー、さてそこでですね。 会社指揮法新春号の特集にありましたように後輩当銘柄のランキング、まあ、こんなところからですね、来年再来年にかけまして NISA、まあのです、ね、枠が拡充されてそして、まあ、もらえる配当から税金が控除されない形でですね、非課税で後輩当銘柄を狙っていきたいというニーズが増えるものという前提でですね まあチャート面でこの銘柄は今から買っても大丈夫なのかどうかこれを精査していきたいと思います。まあもう十分ねいい銘柄の場合たくさんの方が買ってですね後配当なんだけどもチャート的にはかなりねいい線来てる傾向もあるものも含まれていると思いますので今から買っていけるのかどうかこれを中心にねチェックしていきたいと思います。まあこんな銘柄の中から皆様の心にあるいは どっか、ね、アンテナにピピッとくるものが見つかればいいですよね、えー、1位から10位の拡大版を作ってみました1位が白桃ですねコード番号7433そしてラサ商事30231位2位から見ていきたいと思います。 まずですね、2023位のラサでですすね。ね、こちら、ね、2年の3月期の経常利益、こちら、減収・減益予想なので、まあ、それはそれとして配当は50円予想から58円に増額修正ですね。そして単体の1株純利益も大きく増額修正。 連結スペースでもね、えー、この2020年の22年の3月と比べると若干おとなしいんですけども一応情報修正ですねそして、えー、この輸出入の関連ですから食料と鉱産物の輸出入ですから為替次第っていうところもあると思うんですけどね、えー、若干為替の居所も変わってきましたんで収益構造 まあ改善していくものというふうに思いたいと思いますでえ時々大きな出来高でですね株価が反応するのでまあ、そうした修正に気をつけながら1000円に引きつけて買うということを徹底すれば十分ね取っていけると思いますそしてですね1位の白頭これ講演会でもですねたびたび申し上げてた銘柄なんですねこのお 12月に行われた講演会でもこのラサ、ああ白頭ですね白頭は申し上げてきましたのでもうすでにお買いになっている方いらっしゃるかと思いますけども、えー、ぜひですねこの銘柄も見ていきたいと思いますこの銘柄はですね配当が160円予想から250円に増額修正しましたので、まあ、相当これがインパクトがあってですね株価は右肩上がりがタイトになっているんですねで移動平均線で言いますと もうあの5日移動平均線のデッドがあったら、まあ、これは4000飛び台で買えると思うんですけど25日移動平均線ともしデッドしたらですね、まあ、4000以下ということも買えるチャンスがあるかと思いますただし75日移動平均線を割るかというと、まあ、ちょっと直近では考えにくいので、まあ、あの希望的買い価格としましては4000飛び台というところでいいんじゃないでしょうかね。 あと3位の、えー、8473の SBI ホールディングスはですねお好き好きですね、白桃やラサ商事のように実体事業がちゃんとある会社と SBI ホールディングスのようにですね、まあ、仮想通貨だとかいろんなものを扱っている、まあ、金融コングロマリット的な会社がいい,かいい方と悪い方がいると思うんですね、まあ、SBI ホールディングスを買うんだったら賃金を買うよという方もいると思うんで、まあ、そこはお好き好きですね。 えさて、締めの雑談、少しお付き合いください。まあ、今日の内容はちょっとぼやきに近いものがあるかなと思いますえ、昨今ね身につまされる事件がありますよね。胸が痛い事件があります。特に印象深いのはあの茅ヶ崎の事件ですね。えー 容疑者の方はその被害者の方が持っている不動産の一室に住んでいて5年間も家賃を滞納していたとさすがに裁判となって出て行きなさいということになるんですけどもそれをまあ逆切れして大江さんのところを仕掛けていって、まあ、その殺傷に及んだということなんですけどもまあやっぱりね本当は5年も家賃を貯める方が良くないことなんですけども住まいを奪われるということは人間をそこまで 借り立てるんだなということはね資産運用する人のまあ、胸によく刻んでおかなければいけないことかなと思いますねもちろん被害者の方はお一度なく過ごしていらっしゃったわけですけどもまあ、やっぱりねあの事件というのはそうしたところで起こってしまう これはやっぱり資産運用する人特に大親業をしている人は、まあ、胸によくねあのしまっておかなければいけないことだなと思いますね私もかつて、まあ、持ってた小さなマンションを人に貸したらですねやっぱり5年家賃を払ってもらえないことがありましたでお電話してですね困ってるんでこちらも困ってるんで何とか払ってもらえませんかって散々お願いしたんですけど払ってもらえず、まあ、ついにですね保証人さんに電話しますと なんで保証人に電話するんだ俺のメンツ丸つぶれじゃないかって言われてです、ね、まあ困ったもんだなと思いました揚げ句の果てにですね敷金改正のね訴訟を起こされましてね訴,訴訟っていうのは小規模債権のね訴訟で一日で完結するものなんですけど、まあ、こちらもね言いたいこと山ほどあって裁判長に今までね滞納された記録を全部見せてですね、えー、こう、まあ、払ってもらえなかったんでな,なのに払ってもらった っってててない人かららんで訴えれれるんだろうって資金,金返せてそれはもう払ってもらってない家賃に充当したんですけどまあそこはね私もあのその家賃滞納した人にはそれなりの事情があるからと思ってですねまあ少しお返しするってことで決着したんですけどねまあなんか理不尽だなと思いましたけどねでもまあ住まいを奪われるってことはそれほど相手にとってはいろいろあるんでしょうね。なのので資産運用っていううは特に人を扱う 親業っていうのはね、まあ、本当に心を砕かなければいけない点があるかなと思わせられた、そんな事件でしたね。また、あのボートでね、子供さんをあの真っ二つにしちゃって、お母さんの足を奪った、あな成金息子っていうんですか。あの方、一年も逃げ回ってる間も、合流してね、有名人とご飯も食べてたんですよね。なんであんな人にお金があるんですかね。人材派遣業らしいですけど、まあ、良くないね、人がいるんだなと思いました。 まあ今日のぼやきにつきかっていただきましてありがとうございますまあなんかねいい年にしたいもんですねそれではまた金曜日にお目にかかりたいと思います皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください皆様がどのようなことをお考えになっているか知ることができるととても嬉しいですまたですねチャンネル登録をいただきますと 励みになりますので良かったらお願いいたしますそれでは引き続きぜひこの動画とお付き合いくださいねまた様々研究してお届けしてまいります